じゃあ、あっちいるけど。買っていって、OK？ 理解よ、今。2回行ってるから腰打ち買って、UAV とショッカルシーオンラインしての。冷血か、君。なんですけども、買っていく。一人買って。タップ打ちで。ダブキル？気づいてない俺に。小学生で先生やってるおばさん、だいたいこんな髪型、どうもかもですということで、いや、誰やねん、お前。今回なんですけども、皆さんにですね、一つだけ、謝罪しなければいけないことがありましてですね、バトルパス、ね、もう、回しちゃったんですよ。もう、だいたいお察しでしょ。そう、録画ミスですね。いや、お前さすがに多すぎるだろっていう話なんですけども、マジでごめん、謝罪します。あ、間違えた。いや、でですね、今回は、ほら、から見てこれ。バトルパス50、これ。ほら、これ見て、マーラ、マーラ、これ、マラからマーラ、その防戦は何すかみたいな感じなんですけども、今回一番俺がね、注目してるのはこちら。見てこれ。新武器のエース、ジャッジメントなんですよね。いや、亀井さん、また課金武器ですかというような感じのことを言われそうなんですが、実はこれバトルパスですね。これ21、リーブ21じゃないよ。何利用の発問法リーブ21ね、こちらバトルパスコン20レベルの方に AS があるということですね。まあ無課金さんでも使えますんで、ぜひぜひ皆さんこの武器入手してみてください。でもですね、他にもこのバトルパスにはすんげー迷彩とか門芸迷彩とかあるんですが、まあこれからのね動画で紹介していきたいなと思います。で、今回のカスタム、まあ今回のカスタムっていうかね、あの登場してばっかりの武器なんで、まだどういう性能かよくわかんないんですけども、とりあえず一通り使ってみたり、その没頭紙とか使ってみて試してみたカスタムがこちらとなっています。バレルにですね、これ見てください。ほら、一応ね、これ105mm 近接バレルというような感じなんですけども、こっちですね、そう、 200mm の中距離は誰やねんお前。200mm の中距離バレルもあるんですよ。でね、一応こっちも使ってみたんですよね。なんですけども、俺はこっちの方がおすすめ。で、なんでかっていうと、こっちにしてしまうと、エイム時間がですね、めちゃめちゃ下がってしまって、こいつってどちらかといえば、SMG みたいな感じ、近距離でどんどん戦っていくみたいな感じなんで、中距離は捨てた方がいいです。正直で。もう中距離は諦めた方がいい。で、俺は今回この近接バレルの方にしております。でですね、はい、こっちのストックはステディストックで安定性を上げて、そしてリアグリップに流状グリップテープ。そして弾薬は、はい、大容量拡張マガジン B ですね。でね、これやばいっす。あの、10ラウンド、FMJ ってあるじゃないですか。あのね、これ SR とかします。まあ、これについてもですね、他の動画でお話したいと思うんですけれども。見ろ、人がゴミのようだ。なんとこいつヘッドショットがワンパンになってしまうんですよね。というふうな感じの悪魔的なマガジンとなっています。そしてレーザーはレーザータクティカルでエイム速度を上げていいと。てな感じですね。これは本当に必須級のアタッチメントなので、ぜひぜひ皆さんつけるといいんじゃないかなと思っています。でね、おそらく今回のタイトルにも書いてる通り、アタッチメントが6枠、はって思った方いるじゃないですか。実はね、このエース、この新武器ってですね、デフォルトで消音効果がついてるんですよね。本当はですね、このバレルの横にですね、いつもだったら、このサプレッサー、モノシリックサプレッサーとかが付けれる枠があるじゃないですか。なんですけども、こいつデフォルトで消音効果がついてるので、実質6枠っていう風な感じの、まあ、捉え方ですね。この効果の詳しいことを説明すると、このマップ見てくださいね。はい。で、どっかでサブ端末で撃ちます。これわかります？ほら、これ銃声になったところで、マップにこの表示が出るんですよね。なんですけども、エースの場合。はい、これ真ん前にいるんですけども、これエース持ってます、こいつ。エース持ってて、で、撃ちますね。ほら、マップ見てください、これ。映らないんですよね。なんでこいつ、そう、サプレッサーの枠はないんですけども、デフォルトでですね、このサプレッサーがついてるということで、消音効果がついてる、実質アタッチメント6なんですよ。いや、もうこれに関してはね、いや、もう誰が詐欺師や。いや、もう誰がクマや。ある日、森の中、クマさんに、出会っていく。いや、1枚やって、1枚やって、1枚やった、2枚やって、2枚やって、3枚、3枚、3枚。いや、4枚、4枚。いや、激怒、詰めていいよ、詰めていいよ。いや、リロする、俺一回引くわ。いや、1枚やって、1枚やった、いや、そしてですよ、本題のこいつの性能なんですけども、マジで見てみ、飛ぶぞというような感じ。まず足ですね。まあ、4発。で、胴体なんですけども、なんと3発キルなんですよ。いや、しかもこのレート。あのね、もう動画内でも言ってるんですけども、近距離はマジでこいつトップクラスの性能です。まあ、マウントといい勝負ってな感じのこの近接性能となっています。そしてヘッドショットは、まあ、42と3発キルなんですが、これさっき紹介した、この10ラウンドの FMG なんですけども、見てください。これ見て。エイム速度超遅いじゃないですか。これわかる？ほら。
タップしてるんですよね。これね、ほら、タップしてるの分かる？これ、俺が。あの、セミオと射撃になってしまうんですよね。これね、マジでやばい。これは本当に言って、あの、今回の動画では紹介しないんですが、まあ、これからのね、あの、動画でなんかその、紹介したいなと思います。これはマジで荒れるような気しかしないですね。あの、SKS が死んでおる。でですね、こいつの性能をもっと詳しく見ていくんですが、リコイル制御なしでこんな感じとなっています。反動。ほら。あの、縦反動しかないんですよね。でね、これ、リコイル制御がめちゃめちゃしやすい。こんな感じ。わかる？これ。無反動なんですよね。まあ、言うてこの縦反動は高いんで、まあ、俺はちょっとラバーグリップテープ。そう、リアグリップじゃなくてラバーグリップテープでもいいんじゃないかなと思います。そして、キルスがこんな。やばすぎ。でね、僕、安定性も高い上に、キル速もね、あの、近距離めっちゃ強いんですよ。まあ、胴体3発キルですから、この武器は暴れること間違いなしなんじゃないかなと思ってます。それでは早速、ランクマッチやっていきましょうか。ブチブチにするぞ！さあ、ということで早速、AS 使っていくんですけど、皆さん何の武器？ AK、AK、DL。なんかさ、もう、同じ武器ばっかやん。もう、そろそろちょっといろんな武器使い始めようぜ！最前線、俺が押してやろう。いるよ、そこで。大丈夫かな？ナイスかい？オッケー？ナイス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 、敗者どんまい、勝っていくよ。ナイス、カバーしていく。いや無理か、これ一旦リロード入れてんの。キャラコン使っていくよ。勝っていって、さあもう一人いるんですけども、オッケー、勝っていって。なんかさ、あの、近距離強いですよ、この AR って。なんですけども、中距離遠距離がね、非常に弱い。本当にそこの性能が本当にないんですよ。これ一旦勝っていくか。やっぱね、これ AK11 ならと比べられるんですけど、俺は AK11 なら正直に総合的には弱いと思ってる、うん。まあそれぐらいの AR って感じですね。まあ言うて近距離はマジで強いよ。で、あっちいるけど。勝っていって、OK。OK、でかいよ、今の。そして、これ大丈夫か？プレデターミサイルオンラインするために下がっていきたいところなんですけども、さあ落としていきましょうか、これ。一人カットしていいよ。いや、マジ、そこまで上がられてるか。マジか、マジか。いや、言ってなんか、かっこいいな、なんか。俺がデスした瞬間、一気にみんなが向かっていくっていう。うん。そういう絵面、俺はいつも見たい。いつもね。いや、無理か。ほら、もうここなんですよ。まあ、近距離もね、そう、中距離も強かったら、マジ、ちょっとこれ、まずいぞ、これ。君たち、頑張ってくれ。いや、SR 音のか、これ。もこれ近距離もさ、中距離も強かったら、まあ AK より強いというような感じなんですけども、まあ残念ながら中距離性能はこんな感じなんですよ。ヒル速とか安定性とか見ても全然 AK11 なのが高い。やっぱこういうところを見るとね、そう、まあ微妙っていう評価ではありますよね、みんなから見ればね。まあ近距離はマジで強いです。さあ詰めていこう。勝っていって。いやー、ナイスナイス。そのプレデターありがたい、マジで。勝っていって。 OK、 でかいよ。1人勝って、2人勝って、でかいよ。いいね、これ。前押しにはまあめっちゃ向いてる。これはブチブチにするぞ。1人勝って、 OK、 でかい。ウォーマシンでかい。そしてもう1人詰めていくよ。これ勝っていって、でかいよ。こっちから来ないでか、外周やね。勝って勝って、 OK、 でかいよ。さあまだ来てないか、これ。勝っていって、ここでショッカルチャー発動。こいつも買っていっての。上か？上やな。2回行ってるから腰打ち買って UAV とショッカルチオンラインしての。冷血か君。なんですけども買っていく。一人買って。タップ打ちで。ダブキル？気づいてない？俺に取られるようになるまで。いや、もうお前負けだぞ。それは負けだぞ。諦めんしゃい。途中抜けしてもいいぞ、そこで。ナイス。まあ、マジかよ。ウィー、こいつ、許さねえぞ、こんなのぞ、もう。おら、おなら。こいつ、そんな怒らんでいいやんか、お前さん。買っていっていいの。こいつお前覚えとけ。お前その白い系の覚えたからな、俺は。いや、あいつ俺にやったの忘れてねえだろうな。忘れたとは言わせねえぞ、お前。もうだからおもんね、マジロッカス。お前シーズン1かよ、お前。 S1 かよ、お前。それ S1 の時代かよ、それ。そろそろ試合は終盤なんですけども、さあ前押していこうぜ。前に前に前に勝っていって。ああ
拶し返すとこ、うん、俺されたらする派なんで、俺はされたらするよ、うん、ブチブチにするぞ。さあ、ということで早速戦で決めていきましょうか。まあ、今回プロ対なんですけどもね、相手の、レベルも、まあ、レジェ隊と全く一緒ということで、まあ、なかなかその命中率もちょっと低くなっているんですけども、近距離ではね、まあ、打ち負けなしでやっていけたんじゃないかなと思います。さあ、ということでですね、今回はエース使っていたんですけども、どうだったでしょうか。これからもですね、こいつの最強武器とか上げていきますので、よろしくお願いします。今回はこれで終わりたいなと思います。うまかった、面白かった、参考になったっていうのは、ぜひぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。